はい、皆さん、こんばんは。今回はですね、一人で少し雑談を兼ねたですね雑談動画みたいなのを撮ってみようかなと思ってやっております。よろしくお願いします。まあ、タイトルはですね、あの僕はなぜ世界史を学ぶのかというタイトルでちょっとお話ししていきたいなと思うんですけれども、実は先日ですね、昨日かな、あの歴史能力検定っていうのをです、ね、受けてまいりました。これですねで、2級世界史っていうのがね、あるんですよ。 これ確か5級の歴史入門から1級の世界史とか日本史まであのずっとこうあのレベルが違うものがあってですねその5級の歴史入門っていうのは本当に入門レベルなんであの広く浅くなんですけども でもあの、日本史とかも、えー、昔から現代まで扱っているので、えー、結構侮れない問題というか、のもあったと思います。で、やっぱり面白いのは、あの世界史、まあ、日本史というか、歴史自体にですね、この小さい子どもがですねあの、挑戦して勉強して、あのあことで試験を受けている、あまあ、試験会場、神戸だったんですけどねあの、そこで受けているっていうのを見てですね、 ね、あのすごく感心感動しましたねやっぱりあのこんなちっちゃい子が歴史を勉強しようとしてるんだっていうことが僕と一緒の教室にですね、まあ、僕は2級で違いましたけど向こうは5級でね9混じってやってるんですよ同じ一つの教室だけどであの受けていてお母さんに引きつられてねあとはじゃあ頑張ってねみたいな感じでこうじゃあ頑張るみたいな子供がいるわけですけどもそういうのを見てですねあのすごいなんていうんだろう あのちっちゃい頃から歴史を勉強するっていうのは大事だしそういうことを、ね、今の教育熱心なお父さんお母さんっていうのは知ってらっしゃるんだろうなというふうに思っていました、はい、でこの歴史検定っていうのはですねあの僕は2級の世界史っていうのを受けたんですがこれ年に1回の試験になってます昔は年に2回あったとっいうふうに記憶してるんですけどもちょっとずつやっぱり受験生受験者か、えー、っていうのが減少してきているようで何て言うんでしょう年2回じゃちょっと採算合わないということなようです ちょっとこれ残念ですよね。なんで、あのまた年2回とかね、あの回復してほしいなと思ってますけれども。はい。で、これがですね、実は僕、去年も受けてたんですよ。去年はですね、あの世界史の3級、これ3級年ね。 はい、僕、去年受けた、これは3級は取れたんですよ、あのー、7、80点ぐらい取れたかな、80点ぐらい取ったと思います。で、えー、2級も実は受けてたんですけど、2級が落ちちゃって、去年、で今年はそのうう受からなかった去年の,その2級を、まあ、リベンジで受けたんですけども、自己採点をするとですね、あの72点でした。うん これはまあ決して高すぎる点でも全然ないんですけど、とりあえずあのボーダーライン合格点の60点前後っていうのは超えてるので、まあ、ほぼ確実に今回は受かっただろうなというふうに思っています。で、Facebook にも書いたらですね、おめでとうございますとか、あの少し気になってましたって言ってくださる方もいてですね、あのすごい嬉しかったなと思ってます。 じゃあ,、まあこういうようなことはねあるんですけどなんで大西はあの世界史を勉強してるの別にあの世界史のことをな何か熟知してるわけでも何でもないんですけどもただなまあいろんなあの理由はあるんですけどねあのまず一つはあの教養にめっちゃ効くよねっていうことを僕は世界史の勉強であの学びましたね教養何かこうねあの学問ということをしたっていうことを言うときに僕の中ではその教養 をつけけたたいいなとは思っていたんですけど大学で学んだのが英語が主だったのでそれで英語以外に何か自分で語れるもの学問,学問って何だろうなと思った時に大学を卒業した時はなかったんですよ。英語しかなかった。だから僕マイナス英語イコールゼロみたいな感じで英語ばっかりだったんですよね。で今もも通訳してるんでであれですけどもやっぱり その英語以外の専門分野というかそういうのも持ちたいなと思った時にあの目をつけたのはこの世界史あの歴史だったんですよね。で、えー、それはですねいい意外な形でこう勉強をし出すようになりますっていうのもあの僕はですねちょっと、まあ、この動画ぐらいでしかもうあの言わないんですけども学歴コンプレックスがあってですね、まあ、他の動画でも言ったかな。あの 僕は推薦入試で受かった人間なんですよ、大学には。推薦入試で受かった人間っていうと、あの、推薦の標定平均っていうのはね、学校の中で出てくる。あれは高くなるんですよ。だから学校の試験っていうのはまあまあ、な,なんですか、点数を取る人間なんですけどもえ、その一方で、あの、いわゆるセンター試験とかね、共通テストとか、そういうふうなものをがっつ,がっつり受けて、あのたえー え必要な点数を取ってですね、もぎ取って、二次試験もちゃんと受けて、えー、その大,大学に行くっていうものじゃなかったんですね。なので、そのそういう意味で僕は、ちゃんとしたあの勝負っていうのを挑まなかったのかもしれないと思ってですね、じゃあ、一般入試で受けたらどうなるんだろう、一般入試で受けて受かりたいなと思ったんですね、自分の中で。で、それで実は僕は実あの母校をですね、一般入試で受けました。 はい、これが2017年のことですね。神戸外大受けたんですよ。で、この時は、あの、一般入試で受けるってことは、どういうことかというと、センター、まあ、神戸外大って今4科目なんですね。はい。えー、で、二次試験は、えー、昔は英語一本だったんですけど、今はね、英語プラス、世界史、日本史、政治、経済、現代文のうちの一つ。 取らなきゃいけなくて、二次試験2科目になったんですよね。だからこれちょっと東京外大,外大っぽくなっていてあの、変わってるんですよ。これ昔の方からすると、神戸外大って昔はね、センター3科目だったんで、でしかも英語二次試験1科目だったらっていうところが比べるとですね、今はセンター試験も4科目あるし、二次試験も2科目あるしっていうことで、だいぶ負担増なんですよね。はい。まあ、それはいいとして、あの2017年に僕はね、あの受けたんですけども、センター試験を四つ、4科目受けてですね、確か国語、 英語、数学もダメだと思ったんで理、理科の基礎かな、地学基礎、生物基礎、あとは政治経済っていうのを取ってですね、二次、まあ、試験は英語だけで、その当時は良かったので受かったんですけどで、それじゃあ、それだけじゃ物足りなかったって言ったら変なのかな。あのこれは ね、あの賛否両論ありますがもっと上の大学の一般入試で受かりたいっていう,うな変なコンプレックスがもうもたげてきてですねでその時に思ったのが東京外大を受験しようと思ったんですよでそ,それで、えー、2020年東京外大を受験しましたでもこれ落ちましたはい、まあ、もう僕はねあの東京外大の中でも一番上の英語科っていうのを受けようと思って受けたんですけどやっぱりセンターセンターでもそうだし二次試験で あそ,うそれでこの世界史の話なんですけどね。東京外大っていうのはあの絶対に歴史、えー、もしくは地歴公民館あ,あそこから2個、えー、取ることができるんですよ。でえー、理科は、えー、別,別に受けなくてもよかったんです。選択の仕方によってはね。で、そこで僕は世界史は、えー、1年目は取らなかったんですよ。取らなかった。えー、確かに日本、えっ、ー、とね、国語、英語、 数学1位、数1位で、政治経済。あと何したかな、えー、とあとはあ、チリでね、チリ A を取りました。チリ B でもなくて、チリ A で取りました。東京外大ってね、チリ A とか世界史 A とかいけるんですよ、まだ、はいなあそ。そういえばね、東京外大は確かにもう1、2年後ぐらいに数学もう2科目いるようになります。今は1科目でいいんですけど、えー、そういうことで共通テスも変わってくるので、東京外大受験したい方はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。 まあそれで受けたんですけど、あのセンター試験と二次試験って、やっぱり戦略的に科目取らなきゃいけないよねっていうのはすごく思,思いました。っていうか、それが敗因ですね、僕の中では。っていうのも、センター試験の時にであの歴史ものを取ってなかったんですよ。でも、二次試験では絶対日本史か選択、えー、世界史を、えー、東京外大は選択しなきゃいけないんで、そこで選ばなきゃいけないの分かってたのに、センター試験のところであの日,本日本史もしか世界史を取らなかったんですよ。だから センター試験が終わってからほぼ1ヶ月間だけで世界史を完成させなきゃいけなかったって、そんなありえない話だったんですよね。そんなんで、丸暗記したところで何が覚えれるんだっていうか、本質的な理解は全くなかったんですよね。だから基礎的な問題でも外すし、えー、そういう意味では、何ですかね、本当につけ焼き場っていう感じでの1ヶ月で世界史を勉強したっていう感じですが、なんかやっぱり不完全燃焼だったし、でかつそれで落ちたし、 世界中ちゃんとやってれば多分英語学科受かったと思うんですけどね。で、確か9点ぐらい、えー、届かなくて落ちたかなと思うんです。で、それでリベンジをしようかなと思ったのが今年になりますね。で、今年もまた受けました。えー、それで、まあ、あのー、今回はですね、まあ、どこの学科とは言いませんが受かったんですよ。 受かった。で、やっぱり、勝因は何かなって言ったら世界史だったんですよね。世界史、あの、で、センター試験、まあ、共通テストですけどね、今年からは、えー。共通テストでは世界史 A を取ってですね、世界史 B はね、やっぱきつかったね、うん。B にするのはちょっとまだ得点が安定しなかったので、世界史 A にしました。そしたら9割取れて、で、二次試験も、えー、世界史をもちろん取りましたと。だからそこで、世界史が、その、センター共通テストと二次試験の、えー、ところで同じ科目を取るって当たり前のことなんですけど、 それをやらなかった去年,去年はもう敗北でね、それが敗因でしたねっていうのがあります。すみません、ちょっといろいろ話をしすぎたんですけども、でそこであの世界史だけはですね、まあ、他数一とか政治経済とかもやったけど、世界史だけはね、やっぱりこう面白かったんですよ。で、教養になるなって僕の中ですごい確信があったんですよね。だから、もっともっとあの世界史とは学んでいきたいなと思ったんです。だからそこで考えていったのが、 この歴史検定ですね、はい、歴史検定で、ね、で僕これ難易度的にはどうなんでしょうね3929ってこれ世界史どっちもありますけども39はおそらくセンター試験の世界史 A ぐらいかなおそらくねよりちょっと簡単かなっていうぐらいですねあの簡単っていうのはあの何て言ったらいいのかな問題の出し方がセンター試験の方がちょっと なんていうのまどろこしいというか、いろいろ読み込まなきゃいけない問題は多いけども、こっちの,、ね、あの歴史検定の方はそんなにまどろこしい問題はなくて、あの普通に分かってれば解けるでしょって問題が多いです。文章量もそんなに多くないんですけどね。で、でもやっぱり2級になるとですね、やっぱちょっと。 大学、どうでしょうね、センター試験レベルの世界史 B、世界史 B は絶対問われるでしょうね、というふうに思います。で、そんなに文章とか、分量は多くないんですよ、2級はね。うん。だけれども、まあまあ、なんなんうんですかね、難しいところもたまに出てくるし、というので、あの、そうですね、2級ぐらいかな、うん、とは思いますね。はい。というわけで、これもですね、60点取れれば合格できるので、今回は合格できました。 世界史の、ね、勉強をしてきているっていうところなので、その勉強法の話をちょっとずつしていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、僕がですね大学に入った、まあ、推薦入試で,ですね、あのー、ちょっとずる,をずるをしたわけじゃないんですけど、でもまあ一般試験、ね、一般入試じゃない状態で受けて入った時は2005年で、まだその時は YouTube ができたかできてないかぐらいの時だったと思うんですね。でその時に 受けてやったけどあ、受けてというか、その勉強をしていたら、どうなったかなというと、やっぱり本だけを見て、あのね、本を読んで受験勉強してたのがもうメインなんじゃないかなと思います。えー、つまり、今は全然違いますよね。2021年、やっぱり何ができるかって YouTube ですよ。YouTube でこういうふうな動画をアップしてくれる方が、もう紙動画をアップしてくれるような方がいっぱいいるわけですよね。例えば、この僕はもう大好きというか、今回の世界史、えー、東京外大でもそうですけども、やっぱり、 あのお世話になった動画はこれですね、ヒストリア、ちょっとね、うまくう見えないですけども、ヒストリアムンディという先生がですねあの、講義してらっしゃる世界史の授業があるんですよ。これ、200話ほど世界史で動画をアップしてらして、それをずっと僕は聞いてましたね、東京外大の入試の時も。で、あとは何かな、えー、と今回の歴史検定2級の時に使ったのはですね、太郎ですっていう人の,あの世界史の動画ですね。 これもまたすごいですよね。この人は、あの、一橋大学の人なんですよ。一橋大学の人だけど、動画をボンボン上げていて、で、こう僕が特にね、これ使ったのは、この動画ですね。あの、世界史通史っていうのがね、あもう今ちょっとあの動画出ちゃいましたけども、こんな感じで9時間かな。 10時間か10時間で受験世界史話すだけの動画っていうのがあってこれをもう一つの動画だけをこう聞いてるだけでもう全然違いますねこれも毎日僕はあの朝の洗濯をしながらとか掃除機かけながらとかずっとあの聞き流しをしてもラジオ感覚で聞いて勉強していました。 であのこういうのがあるだけあるのとないのとでも全然違うよねというふうに思いましたね何か何かをしながら勉強ができるっていう時代になったっていうのはすごくいいなと思いますだからあの YouTube で何か新しい分野を勉強しようかなと思った時はやっぱこういうのを検索して誰かが絶対紙チャンネルをあの作ってるんですよ絶対そういうふうな動画はあるのでそういうようなものを是非とも積極的に見ていってあのね何回も同じように繰り返して聞いていくそれでですねちょっとずつ知識っていうのはあの深ま っていいくと思います最初は1回聞いただけじゃ何も分かりませんよ、うん。でも2回目3回目聞いていくとあれこの単語ってさっきも言ったよねみたいな感じでそれが分かればそこから次に積み上げていけるんですよ。だからゼロ知ってゼロ何も分からないところから何か新しいことばっかりを聞いても何も頭に入らないけども。 2回目聞いたら、その中で、あこれは前言った単語だねって、これは何か覚え,れ覚えれたかなってなったら、それが0が1になるので、でそれの組繰り返しで、1が2になるし、2が3になるしってなっていくとですね、最終的には100になるというふうに思います。なんで、このラジオ感覚で聞き流すだけでも全然違うと思いますので、こういうことは他の、えー、まあ、ですか、例えば英語なんかそうですよね、私今講座を。えー こうやって出してますけれども、そういうのは英語の講座とかでもですね、あの聞き流すだけでもいいから、とりあえず本当の基本の基本だけでも、あの何回も聞いて、えー、覚えるっていう学問、まあそういうのは科目にできると思います、今なら。なんでかっていうと YouTube があるからですね。これはもう YouTube は大学だと僕は思ってますね。 はい。というわけで、それが一つですね。あの、なんで、世界史でいうと、そのヒストリアム・ムンディですね。この先生の動画も聞き流す。200本ありますけど、僕は確か500回ぐらい聞いたかな。5週ぐらいはしたと思います。はい。聞き流してほしいなと思いますし、えー、太郎です。さんの世界史通信もね、ぜひ見てほしいと思います。太郎さんは、あの、最近、世界、地理、地理の科目のやつを11時間の動画に収めて、またつ、あの、 一つの科目が一つの動画で完結するようなその紙動画をねマグナム動画をまた出されていますこれもぜひとも皆さんもし興味があったら見てみてほしいなと思いますで次ですねやっぱりね世界史はあの何て言うんだろう漫画で覚えるのってすごく大事ですよね僕は去年、えーまあ、世界史 落ちましたけどでもその時によく見てたのはなんかこんな漫画ですよね。世界史のことをこういう漫画で表現してるやつかな。これ確かアヘン戦争かなんかでやってたやつかな。うん、っていうような感じであの、漫画を読むと結構その人の顔とかをあの視覚で覚えるので、これすごいいいですよね。いまだに僕は何だと言うなあの、ギリシャ哲学のあたりでプロタゴラスっていう人が出てきてで、えー、人間は万物の尺度だかな、そんな中を言ったかな。うん、あのそのソフィストの代表的な人がプロタゴラスなんですけども、 その人の頭が頭の、えー、か顔か顔がですね今でもから私は覚えてます。うん、やっぱりそれは何でかっていうとこういうふうな漫画を見たからですよね。なんでそういうふうな漫画を見るとですね記憶に焼き付きやすいっていうのはありますね。一つこういうふうな文字で書いてるものばっかりを見てるとどうしてもそれがどんな 顔の人なのかとかどんな色なのかどんな場所であったのかっていうのはちょっと覚えにくいですけれどもやっぱりそういうふうなあの漫画とかだったら直感的にこう視覚に入ってくるので僕はすごくいいなと思いました。 ちなみに僕がこれ読んだやつは、えー、世界の歴史がわかる本っていうことで、これはどこか知的生き方文庫っていうところが出ているんですけども、これは3冊で、まあ世界史が、まあ、えー、なん,てうんですかね、一番古い古代のところから、えー、現代まで、えー、世界大戦までですね、あの扱っているような、えー、漫画になります。 この他にもですね、確か集英社文庫だったかな、そこで世界史が10冊になって、10巻になってまとまっているやつがありました。あの、あれも確か結構読んだかな。うん。ああいうような感じで世界史を頭に入れるっていうのはすごい大事だなと思いました。 うん、で、他にもですね、やっぱおすおす,すめしたいのは、これですねあの、後藤武先生かな、うん、塾の講師だと思いますけれども、えー、世界史が、まあ、読むだけですっきり分かる、多分これ、皆さん見たことあると思います、このね、本。えー、これはですね、やっぱり読むだけで本当にすっきり分かってきますよね、うん。もちろん何回も読まなきゃいけないし、あのー、実際の問題を解くときには、やっぱり手を,手,手を動かしてね、こう書かなきゃ覚えないんですけど、でも、あ,あれ、後藤先生の,話あの本で読んだ やつだっていうのはやっぱり引っかかるところは結構ありますからあの記憶に引っかかっていくわけですからこの本もすごくいいです。あのすごくわかりやすく書かれています。なんであのいわゆるこの世界史の教科書みたいなねありますけれどもこういうふうな これはやっぱり最初からこれだけを読んで理解しようと思うのがかなりきついんじゃないかなと僕は思います。教科書ってね、やっぱりいろんなものを凝縮して書いてるので、あの読み物としてっていうのはなかなか難しいですね。はい、で他にですね、まあ、その世界史の教科書の話が出たんで、これ皆さん知ってますか、えー、小説世界史のこれ World History for High School ということで英文になってるんですね、英語。 世界史のこれがですね、英語になってるんですよ。見てもらったら分かると思いますが、こんな感じでね、これ確か、これサ,サンバルデルムの虐殺かな。えー、あ、違うわ。これまた違うところかな。 ワークショップオブザワールド。世界が、あの世界の工場ですね。イギリスの産業革命のあたりかな。はい。なんですけど、こんな感じで全部英語になってるんですよ。だからこれを読み込むだけでも相当な英文読解、長文読解になりますよっていうことで、僕友人に一回これ進めてですね、の買っていただいて一緒に1ページずつ読んでいこうねみたいなことをやってた時期もあります、えー。これ本当に面白かったですね。こういうふうな、あの、英文、 英語を読むのが好きな人間からすると、世界史も知識が増えるし、英語の知識も増えるしっていうことで、これ二人三脚二人三脚じゃない一石二鳥ですね。すいません。はい。一石二鳥の,あの素晴らしい一冊だと思いますあの。ちょっと値が張りますけどね、2700円ぐらいでえ。ですけども、もしよかったらこういうのも見ていただければ、世界史と英語のどちらの力もつくよっていうね。でかつこれ400ページ以上あるので、あの相当多いですよ。2700円で400ページって言ったら多分相当コスパ高いと思いますから、 ぜひともこういうふうな世界史はやったよ、大学入試でやったよ、でも英語をもっとつけたいなっていうのも思ってらっしゃる方は、ですねこの1冊、山川出版社から出てますので、お勧めしたいなと思ってます。 あとはね、先ほどもありましたけども、ヒストリア・ムンディの先生、ムンディ先生って呼ばれてますけど、本名はもちろん違います。山崎圭一先生ですね。これはもう、もうベストセラーになってますよね。一度読んだら絶対,絶対に忘れない世界史の教科書ということで、あのもう先生の動画のエッセンスがここにも書かれているという感じで、やっぱり先生の、あの山崎先生の あの書き方の特徴ってやっぱり年号を使わないっていうのがねやっぱりありますよね。なんで何年に何々が誰々したっていうのは書いてないんです。何年っていうのは書いてないですね。よほどのことがない限り。そういう意味でもあの読みやすいとは思います。でも一方でやっぱ年号を聞く問題っていうのは絶対ありますし、世界史のこの,、ね、あの歴史検定の2級でもあのその年号を聞く問題って結構あるんですよ。例えば何だったかな、あのトルデシリャス条約ってありましたよね。えー、それと教 強行死母線っていうのが、えー、いつできたかみたいなその関係性を問うような問題もあったんですよ今回は、うん。僕これ間違ったんですけどね。はい、あのというわけでそういうふうな年号、えー、を聞く問題もありますからあのこれセンター試験でもありますね、うん、共通テストでもあります。だからこの、えー、山崎先生のやり方でやっていくのはまずその歴史の流れをつかむために数字はちょっといらないよね年号いらないよ、うん、っていうのを で、まずは読んで、えー、大筋を理解していく。で、試験対策になった時に、やっぱり年号を覚えていくっていうのでいいと思います。で、実際に山崎先生もそういうふうにおっしゃってますね。あの、最初は別に年号を覚え、年号ありきでやらなくていいよっていうふうに言ってましたね。だからそういう意味でも、あの、この本はですね、入門の一冊にいいんじゃないかなと思います。はい。先生はもうこれで多分、ば、火がついてですね、火がついて、 えー、確かねこれの経済編とか黄色の本もありますよねとか他にもあの世界史の重要人物みたいな感じでさらにこの本のシリーズをバンバン出してらっしゃると思います。はい、であとはですねこれだな、うん、これもよくやってたな青木宏先生の世界史 B の講義実況中継これも僕はもうめちゃめちゃ重宝しましたね。 で、何が重宝したかって、この本自体もさ、まあ、ることながらですよ、やっぱり一番すごいのはこれですよね、CD ですよね。CD がついてるから、僕はこれ、受験の時に、これを iPod に入れて、iPod シャッフルに入れてあの、毎日聞いてました。うん、でこれを聞きながら、こ幼稚園、保育園の送迎をしてたんですよ。<laughs> だからあの、もちろん両耳じゃないですか、片耳だけね。あの イヤホンつけてやってたんですけどやっぱりそのこういうふうに音で覚えるっていうのはすごく大事だなと思いましたねでも音で覚えるの,の YouTube もそうですけどこの CD もそうですけども音で覚えるのは大事な一方でやっぱり最終的には問題を解かなきゃいけないっていうのはあります、うん、なんで問題をね解くのはや,やりましたけども僕、えー、まあセンター試験もそうですし今回の、えー、こういうふうな、えー、歴史検定の時もやりました、えー、問題集で2回でも使ったのが ツインズマスターっていう問題集ちょっとここに今なくて申し訳ないんですけどもあのこれがいい問題集だと思う基本的な用語をおさらいできる問題集なんですよで何がいいかって言ったらまずはその、えー、マス目に沿って例えばアイルランドっていう問題答えなんだったら6つのボックスに箱に なっているのでアイルランドだなってすぐわかるんですよあ、これ6文字で回答したらいいんだなっていうのが、えー、左ページでこんな感じの問題になってますで、右ページはそれを文章で何々とは何と言うか答えようみたいなで、それは6文字になってないのであの自分で推測して答えなきゃいけないっていうのはあるんですけどそういう感じでその6文字で答えるっていうのと、えー、文章で聞かれた時に答えれるようになるっていうのでまあ、ツインズなんですね、まあ、ふ双子みたいな感じで同じ問題を違った角度から 攻めててもらえるっていう問題集なんですねでこれだけでもちろんセンター試験とか二次試験とかいけるようにはならないと思いますけれどもあの歴史検定とかもう本当に用語をまずは押さえなきゃいけないよねっていうところであればですねこの一冊をぶわってやるだけでもあの本当に基本的なあの歴史の流れっていうのはつかめると思いますのでもしよかったらこういうふうななツインズマスターですねこれも確か山川出版社だったかな、うん、と思いますあのもしよかったら見ていただければいいかなと思っています。 その他ですね、あのちょっと僕にとってもハードルは高いんですけども、あの出口春明先生の本、ね、仕事に聞く教養としての世界史っていうのがあるんですね。まあ他にも出口先生はもう何十冊も出されてますから、世界史関係の本。もうめちゃめちゃやばいですよ、出口先生の本はね。あの教科書で書かれていることをもちろん網羅しているのはもちろんですけど、それの裏側でこういうことがあったから、教科書にあんなことが書いてあるんだよっていう、その、why ねなぜ とか How っていうねそういういいいところを書いていますそれをすごく本当に面白い観点で書いているんですね。先生の,あの観点を入れた、えー、世界史っていうことですね。えー、例えばロシアは一番、えー、ロシアと何、えー、だかな。 えー、ベラルーシカの比較とかですね、うん、そういうような観点からもいろいろ書いていて、まあ、本当に仕事に効く教養だなと思いましたね。私も通訳でやってる時に別に世界史の知識がそのまま出るわけじゃないんですけど、どこかの国の人の通訳をするとか思った時に、例えばベラルーシじゃないけども、オーストラリアだったらね、あオーストラリアはあそういえばイギリスの、えー、流刑地の一つだったなみたいなことを思い出すわけですよ。なんでこういうような世界史の教養っていうのがちょっとでもあればですね、いろんな人、 国の人と仕事をする時にあここの国はそういえばああいうふうな世界史の、えー、歴史で扱ったことあるな勉強したことあるなみたいなのが引き出しとして出てくるのでそういう意味ではあのー、すごくいいと思います。 なね、世界史を勉強したからあの海外の人と話す時の、えー、雑談の何ですか、ね、入り口というか、えー、トピックというかネタができるという意味ではすごくおいしい、えー、科目ですよね、うん。数学はまだ僕は全然得意じゃないんであれですけど数学を雑談にするってのはちょっと難しいですけど世界史だったらねあなたの国の例えばドイツだったらビスマルクがねとかあのこういうのは聞いたことあるんですけど皆さんドイツの人ってビスマルクのことをどう思ってるんですかとかそんなように聞いてもいいかもしれないしね。 というわけであの世界史っていう話でずっとずっとこうべあって喋ってきたんですけれども僕は世界史大好きになりました、うん、大学受験を、まあ、この年になってねもう一回やったっていうのもありますしあとはこういうような歴史能力検定とかを受けてですね自分の中で世界史っていうのをあのもう少し深く落とし込んでいくなんでこれがこういうふうなことになったのかとかねあの昔の、えー、オリエントの統一とかアッシリアができてでまた4つに分かれて、ね、次はアケメネス朝とかいろいろありましたよねそんな感じであ,のあったんですけど それをちょっとずつ理解を深めていくことで、あこういうことがあったんだな、だからこういうふうな歴史が繰り返すんだな、みたいなことがいろいろ理解できるような、えー、局面がありました。なのであの、大学入試が終わった方もですね、まあ、これからの方もですね、その世界史っていうの、まあ、歴史っていうのはもう勉強していて全然そんなんかするような科目じゃないと思うんですよね。であこ、これね、だいぶ長い動画になって申し訳ないんですけども、やっぱり伝えておきたいなと思っていて。 歴史を学ぶっていうのはその文章の 論理関係をつかむ作業の最たるもんんだと思うんですよ何が言いたいかっていうとですねあの例えばですねその三国同盟とか三国協商とかいうのが第一次世界大戦の前にあの欧米おおヨーロッパの辺りではかなりバチバチでやってた国際関係が複雑になる時期があるんですけれどもそれが何であの時期にあの三国とあの三国ができたのかっていうのを理解していくってすごい大事なんですよね、えー、僕は全部今ここでで話せるわけけじゃないんですけど 例えば英仏協商だったかな英仏協商っていうのができたのは1900ごめんなさいちょっとわす間違ってたらごめんなさい1904 0年ぐらいだったと思うんですけどあれは何でそういうふうな 1904年だったかというと、その数年前にファショダ事件っていうイギリスとフランスがアフリカでの勢力争いでガッチャンコしちゃったんですよね。なんでガッチャンコしたかっていうと、イギリスは縦から行くし、フランスは横から攻めていくっていうので、絶対こう十字架でボンって、あのスーダンだったかな、スーダンのファショダというところで、イギリスとフランスがガチャンしちゃったと。で、えー、最終的にはフランスが退いて、イギリスがまあ,あの、 優位になっていくんですけど、でもこんなことがまたあったらダメだよねということで、英仏教書っていうのができた。なので、ファショダ事件の後で英仏教書があるっていうのが分かればいいし、あとは、えー、他にも、えー、日英同盟っていうのもですね、あのーえー、絡んできてます。あとロシアと日本が戦争した日露戦争っていうのもあってですね、日露、えー、日露の方でも協約じゃないけど、そういうのは、えー 協定みたいなのが結ばれてると、で,は何でかというとその、ロシアと日本が昔戦争したからですね。何かがあったから、こういうふうなことをしよう、もしくはやらないようにしようっていうのがあの論理関係じゃないですか。これは why, because じゃないですね。で,ですよね。とあの他にも、<laughs> あのナポレオン・ボナパルトがいますよね。ナポレオンが失脚っていうか最終的にはあのセントヘレナ島も絶海の孤島の方に流されてですね、もう復活しないようにしようというふうに皆さん、あの人は思って、えー、あそこに流したわけですけども、その後で、えー、ウィーン会議が開かれて政党主義というのがあの提唱されたわけですけども、何なのこの政党主義はってなったら、ナポレオンの復活を、えー、防ごうという意味で政党主義って言ってるわけですよね。だから政党主義っていう言葉だけに注目していると、何のことかわからないけども、 あのナポレオンっていうのがいた、それがこうど,よよどれほどヨーロッパにとって怖かったかっていうことを。 あの認識しておけば政党主義っていうのはそのナポレオンの前に戻るっていうね二項対立が分かる理解できると思うんですよそういう風うなね二項対立これも実は歴史を学んでいるようで情報処理をしていると僕は思うんですねなのでにこの歴史を学ぶっていうのは常にここに書かれてあることの因果関係とか理由とか二項対立とか何々と何々イコールだと同等な関係とかそういうような 何かの論理的な関係に、えー、落とし込む作業だと僕は思っているんですよで。そういうふうに見ていけばですね、その二項対立っていうのはすごくいろんなところで使えると思います。例えばイスラム教のスンナ派とシーア派なんてのも、これも二項対立ですよね数、えーえー、多数派と少数派だったりしますし。 え、他にもファッショラ事件なんか A2 つの対比関係だったりしますし、まあ他にもいろんなことが対比関係で表現できたりしますので、そういうふうに、まあて言うんですかね、論理的な関係に落としていく。これはまあ、あの、大学、えー 大学入試の現代文のね先生あの塾講師、まあ、塾講師というか当身の先生なんですけども出口先生ねもう神様として崇められていると思うんですがその方がですねあの基本的なににに日本語の論理関係というのはもうこの3つしかないと因果関係と同等関係とつまり言い換え表現と あとは何だったっけな、えー、因果関係、同等関係、えー、っと対比か、うん、対比こ、二項対立の話ね、こういうふうなものに修練できるっていうふうに言ってたので、えー、そういうようなことを考えながら、この世界史の、ね、本を読んでいくとあ、確かにそうだなと思いますね。そういうふうな情報を読み解きながら、論理関係として落とし込みながら、世界史っていうのを読んでいくと、実は結構面白いよって。あだから こういうふうなことがこの教科書には載ってるんだ。えー、逆に歴史で起こったことでも教科書に載ってないことがあるんですね。 うん、で、載ってないのはなぜかというと、もしかしたら論理的な関係としてこれ載せない方がいいっていうのもあったかもしれないし、歴史の他他の他国との関係で載せない方がいいっていうのもあったかもしれませんけれども、まあ、いろんな、えー、経緯があって、やっぱこういうふうな教科書っていうのはできてると思います。そこで高校とかのね学習指導よりに入ってるものの、えー、理由はなぜかっていうと、やっぱりその論理関係がちゃんとしっかりしてるから載せてあるっていうのも、僕は一つ理由だと思うんですね。なののののでここ歴史っていううはただだ単に事実の暗記だと思うよりはです、ね、そこに 何,なんか何らかの論理関係ってないのかっていうことを一つ思い考えながらですねであるはずだと考えながらあの本を読み解いていくっていうのはすっごい大事な作業だと僕は思ってます。なののののでで歴歴史史を勉強することで僕はその、えー歴史のえー、事実感の えー、論理関係を見抜くことが少しずつ得意になってきたなっていうのは思っていますのでそういうふうに考えるだけでもですね国語力もつくしあの歴史なので共演もつくしというわけであの本当に一石二鳥というか一石三鳥以上のメリットは僕はあると思っています。 はい。すみません。話 <laughs> まくったんですけれども、こういうような感じで私はなぜ世界史を勉強しているのかっていう話をですね、まあ、大学入試から始まり、えー、検定もの、そしてどういうふうな勉強をしてきたか、そして今の時代、この YouTube というものを使うとですね、あの勉強っていうのは格段に進歩するよ、進化していくよっていうこの話をね、させていただきました。えー、もしこの動画がですね、あの皆さんのもう、あの歴史を勉強しようみたいなね、あのー、モチベーションというかやる気につながると、僕としては非常に嬉しいなと思います。はい。えー、長らくご成長いただきまして、ありがとうございます。 ました